おじい様。来ると思って待っていた。おじい様、力を貸してセントビナーを助けたいんです。それしかないだろうな。スコアから外れることは我々も恐ろしいが。お話の前にセントビナーの方たちを休ませてあげたいのですが。そうですな、こちらでお預かりしましょう。お世話になります。ルーク、あまり気落ちするなよ。ジェイドは滅多なことで人を叱ったりせん。先ほどのあれもお前さんを気に入ればこそだ。元帥、何を言い出すんですか。年寄りには気に入らん人間を叱ってやるほどの時間はない。ジェイド坊やも同じじゃよ。元帥も何を言い出すのやら。私も先に行きますよ。図星らしいぜ。結構可愛いとこあるじゃねえか、あのおっさんも。本当だ。ティア、ありがとう。どうしたの急に。お前、最初からちゃんと俺のことを叱ってくれたよな。それは別に。変だな、俺叱られるってずっと嫌なことだと思ってたのに。いいことでもないわよ。分かってるっつうの。この街を歩いてるとアッシュのことを考えちまうよ。アッシュのこと？ああ、この街であいつに本当のことを聞かされて、あいつを通して知らなかったことを少し知って、それで俺変わらなきゃって思えるようになったのかもしれない。そう。あいつあれから全然俺たちに接触してこないよな。前は散々突っかかってきたのに。そうね。彼は一体何のために行動しているのかしら。もしかしたら今度会う時も敵としてじゃないかもしれないわ。まさかあいつと仲良くしろってのか。必ず戦う必要はないんじゃないかっていう意味よ。アッシュが私たちの前に現れる時はいつも重要な意味を持っていたわ。それを忘れないで。努力はするよ。とりあえず一息つけたわね。セントビナーの人たちはここでの暮らしに慣れるまで少し時間がかかるかもしれないけどな。ああ。それにしてもよかったな、ルーク。ジェイド、ちょっと認めてくれたみたいでさ。大佐だけじゃない。アニスもナタリアも、もちろん私たちも、よくやってると思ってるわ。自分じゃ何もわからないよ。やらなきゃいけないことをやってるだけだから。変わろうとか、前と比べてこうしようとか、考えれてなかったし。まあ変わるんだって言いながらやられても正直うさんくさいわな。そうね。茶化すなよ。悪い悪い。まあとにかくことが落ち着くまで頑張ろうぜ。単刀直入に伺います。セントビナーを救う方法はありませんか。難しいですな。ユリアが使ったと言われるローレライの鍵があれば、あるいはとも思いますが。ローレライの鍵？それは何ですか。聞いたことがあるようなないような。ローレライの剣と宝珠のことを指してそう言うんですよ。確かプラネットストームを発生させるときに使ったものでしたね。ユリアがローレライと契約を交わした証とも聞きますが。そうです。ローレライの鍵はユリアがローレライの力を借りて作った
不術武器と言われています。ローレライの剣はセブンスフォニムを結集させ、ローレライの宝珠はセブンスフォニムを拡散する。鍵そのものもセブンスフォニムで構成されていると言われているわ。ユリアは鍵にローレライそのものを宿し、ローレライの力を自在に操ったとか。その真偽はともかく、セフィロトを自在に操る力は確かにあったそうです。でもローレライの鍵はプラネットストームを発生させた後、近くに沈めてしまったと伝わっているわ。その通り。この場にないもの、いや現存するかもわからぬものを頼るわけにもいかないでしょう。何より一度崩落した以上、セントビナーを外郭大地まで再浮上させるのは無理だと思います。どうしようもないのかな。いえ、液状化した大地に飲み込まれない程度なら、あるいは方法があるんですか。セフィロトはパッセージリングという装置で制御されています。パッセージリングを操作してセフィロトツリーを復活させれば、泥の海に浮かせるぐらいなら。セントビナー周辺のセフィロトを制御するパッセージリングはどこにあるの。シュレーの丘だ。セントビナーの東だな。そういえばタルタロスからさらわれた時、連れて行かれたのがシュレーの丘でした。あの時はまだアルバート式封じとユリア式封じで守られているからと心配していなかったのですが。アルバート式封じはホドとアクゼリスのパッセージリングが消滅して消えました。しかしユリア式封じは約束の時まで解けないはずだった。でも総長はそれを解いてパッセージリングを操作したってことですよね。そうです。どうやったのか私たちにも分かりません。グランツ要衝がどうやってユリア式封じを解いたかは後にしましょう。パッセージリングの操作はどうすればいいんですか。セブンスフォニムが必要だと聞いています。全ての操作盤がセブンスフォニムを使わないと動かない。それなら俺たちの仲間には3人も使い手がいるじゃないか。私とティアとルークですわね。あとはバンがパッセージリングに余計なことをしていなければ。それは行ってみないとわからないわね。セントビナーの東あたりなら多分町と一緒に崩落してるよな。シュレーの丘のパッセージリングですか。本当にいい方法あるのかな。わかりません。バンが手を打ってないとは考えにくいですし。そうですね。グランツ要衝の謀略は今のところ抜け目ないですしね。大佐が言うとなんか闇っぽいですね。おかしいですね。本当のことを言っただけなのに。バンについては考えたところでどうしようもありませんし、シュレーの丘に行ってみるしかないですね。ですね。アクゼリスといい、ここといい、パッセージリングがあるとこはなんか雰囲気が違うよな。セフィロトツリーを守るための場所だもの。創世歴時代の様式なんだと思うわ。そっか、ここも2000年前からあるってことだよね。そうなりますね。さすがというべきか、
かなり高度な技術を使っているようです。現代の技術ではこのような建造物は作れません。じゃあ2000年前は今より文明が進んでいたってことか。そう言われているわね。ユリアシティの設備も私たちには理解できないものが多いし。どんな時代だったんだろうな。ユリアが生きた時代ってのは大いに興味があるよ。お前の場合音機関が目当てだろ。まあそれもあるが、外郭を作ろうなんて発想する時代だぜ。ええ、間違いなく激動の時代ですわね。今だって激動の時代よ。ユリアのスコアにもなかったことが起ころうとしてるんだから。確かにそうですわ。ま、人間の歴史は常に激動の歴史です。そんなことよりやるべきことをやってしまいましょう。大佐って相変わらず淡白だよね。ただの音機関じゃないな。どうすりゃいいのかさっぱりだ。セブンスフォニムを使うってどうするんだこれ。おかしい。これはユリア式封じが解除されていません。どういうことでしょう。グランツ要衝はこれを操作したのでは。へえ、ここまで来て無駄足ってことですか。何か方法があるはずですわ。調べてみましょう。バンは本当にいろいろな技術を持っていますのね。だよね。知識もあるし、頭のキレもすっごいし、剣術もすごいし、セブンスフォニムも扱えるし、超人だよ超人。ヒゲだし。ヒゲは能力ですの？ヒゲは能力だよ。首席総長はきっとヒゲから力が出てるんだよ。まあ、あのヒゲにそんな秘密が。何気に眉毛もすごいよね。眉毛まで。眉毛には一体どんな力がありますの。眉毛はね、索敵装置だね。あと人心を操る恐るべき催眠能力を放っているのであった。さすがオラクルの総長ですわ。侮れませんわね。ティア、あんなこと言ってるけどいいのか。いいんじゃないかしら。ヒゲはともかく、グランツ幼少はその希望を生かす能力を持っているようです。これからも先手を取られ続けると少々厄介ですよ。でもどうするんだ。戦って勝てるかもわからないし、何より居所がわからないぜ。アッシュなら何か知っていると思うのだけれど。アッシュね。これでもダメなのかしら。
ちょっとその布石に近づいてくださる？いいけど。これは。ティアに反応した？これがユリア式封じですか？警告と出ていますね。わかりません。でも確かに今は解除されています。とにかくこれで制御できますね。あ、この文字パッセージリングの説明っぽい。グランツ要所やってくれましたね。兄が何かしたんですか？セフィロトがツリーを再生しないように弁を閉じています。どういうことですの？つまり暗号によって操作できないようにされているということですね。暗号解けないですの？私がセブンスフォニムを使えるなら解いてみせます。しかし俺が超振動で暗号とか弁とかを消したらどうだ。超振動もセブンスフォニムだろ。暗号だけを消せるならなんとかなるかもしれません。ルーク、あなたまだ制御が。訓練はずっとしてる。それにここで失敗しても何もしないのと結果は同じだ。そうね、その通りだわ。第三セフィロトを示す図の一番外側が赤く光っているでしょう。その赤い部分だけを削除してください。やってみる。起動したようです。セフィロトから陸を浮かせるためのセルパーティクルが発生しました。それじゃあセントビナーはマントルに沈まないんですね。やった、やったぜ。ディア、ありがとう。私何もしてないわ。パッセージリングを操作したのはあなたよ。そんなことねえよ。ティアがいなければ起動しなかったじゃないか。それにみんなも、みんなが手伝ってくれたから、みんな本当にありがとな。なんだかルークじゃないみたいですわね。いいんじゃないの、こういう方が少しは可愛げがあるしね。あなたはルーク派ですものね。別に違うけどね。ナタリアだってアッシュ派ってわけでもないんだろ。私にはどちらも選べませんもの。ああ、待ってください。まだ喜んでちゃダメですよ。あの文章を見てください。おい、ここのセフィロトはルグニカ平野のほぼ全域を支えてるって書いてあるぞ。ってことはエンゲームも崩落するんじゃないか。ですよね。エンゲームマジヤバな感じですよね。大変ですわ。外郭へ戻ってエンゲームの皆さんを避難させましょう。ティア、どうかしたか？少し疲れたみたい。でも平気よ。おい、ティア、大丈夫か？何のこと？何のことって、さっき疲れたって言ってたろ。ああ、少しめまいがしただけよ。平気。本当かよ。お前結構無理するから、いまいち信用できないっつうか。信用できなくて悪かったわね。そんな言い方ないだろ。俺はただ。ごめんなさい。確かに私がおかしかったわ。心配してくれてありがとう。あ、いや、平気なら。いいんだけどさ。
して、どうして戦いが始まっているのです。これはまずい。下手をすると両軍が全滅しますよ。あ、そうか、ここってルグニカ部屋だ。下にはもうセフィロとツリーがないから。これが兄さんの狙いだったんだわ。どういうことだ。兄は外国の人間を消滅させようとしていたわ。スコアでルグニカ平野での戦争を知っていた兄なら、シュレーの丘のツリーをなくし戦場の両軍を崩落させる。確かに効率のいい殺し方です。冗談じゃねえ。どんな理由があるのか知らねえけど、先生のやってることは無茶苦茶だ。戦場がここならキムラスカの本陣は開通るですわね。私が本陣へ行って停戦させます。園芸部も気になるわ。あそこは補給の重要拠点と考えられているはず。セントビナーを失った今、あの村はあまりに無防備だわ。崩落前に攻め滅ぼされるってこと。怖。二手に分かれたらどうだろう。園芸部の様子を見る班と、カイツールで停戦を呼びかける班と。園芸部へは私が行くべきでしょうね。マルクト軍属の人間がいないと話が進まないでしょう。私はカイツールへ参りますわ。僕はどちらでも構いません。ちょっと考えがあるので。ルーク、お前はどうする。カイツールだな。俺だって一応王位継承者だ。なんか役に立つんじゃねえかな。わかった。なら組み分けはどうしようか。一緒に連れて行きたいやつはいるか。もちろん俺は一緒だよな。よし、やれるだけのことをやろうぜ。イオン様は私と一緒に来てくださいね。そうですね。まずカイツール付近でナタリア組を降ろしましょう。その後私たちはアルビオールで園芸部へ向かいます。それでいい、みんな行こう。将軍、お前たちは先に行け。これはルーク様、それにナタリア殿下も。生きておいででしたか。そうです、私たちは生きています。もはや戦う理由はありません。今すぐ兵を引かせなさい。お言葉ですが、私の一存ではできかねます。今作戦の総大将はアルマンダイン大将閣下ですので。ならアルマンダイン伯爵に取り付いてくれ。それがアルマンダイン大将は大英士モースと会談なさるためケセドニアに向かわれました。ケセドニア？なんだって戦争中に総大将が戦場を離れるんだよ。今作戦は大英士モースより仇討ちとお認めいただき大義を得ます。そのための手続きです。ローレライ教団の戦闘正当性証明は同志にしかできないはずですが。教団内での手続きについては我が軍の関知するところではありません。とにかくアルマンダイン大将が戻られなければ停戦について言及することはできかねます。そんな、いずれは戦場も崩落しますのよ。崩落？アクゼリスみたいに消滅するってことだよ。マルクト軍がそのような兵器を持ち出しているということですか。違いますわ、違いますけど、とにかく危険なのです。よくわかりませんが、残念ながら私に兵を引かせる権限はありません。だったらアルマンダイン伯爵に聞きに行こう。前みたいにカイツールからケセドニアへ船を出してもらってさ。
ダメですわ、ルーク。我が国のケセドニア港はバチカル湾側に作られていますのよ。あの時は停戦状態だったからこそマルクト側の港を利用できたのですわ。殿下のおっしゃる通りです。本来のカイツールケセドニア観光路はアルバート海を通る東回りですから。それに戦時下の海路は危険です。殿下を船にお乗せするわけには参りません。セシル少将、準備完了しました。わかった。兵を待たせておりますので、これにて御前を失礼いたします。殿下のことはカイツール港に伝令いたしますので、迎えをお待ちください。それでは。気をつけて。ええ、ありがとう。カイツールに連れて行かれたら何もできなくなりますわ。陸路でケセドニア行くか。冗談じゃないぜ。冷静に考えてみろ。戦場を突き抜けるんだぞ。それでもアルマンダイン伯爵には会えますわ。私たちが生きていることを知れば、この戦争に意味がないことも分かってくださるはず。ナタリアが行くんなら俺はナタリアを守るだけだ。やれやれ、俺はしがない使用人だからな。お付き合いしますか。ガイ、俺はそんなつもりじゃ。バーガ、ちょっとふてくされて行ってみただけだ。それより気をつけてくれよ。ここで二人が命を落としたら元も子もないんだからな。ごめんなさい。よろしくお願いしますわ。よし、行こう。勝手なことばかりしやがって、申すのやろう。きっと敵討ちを開戦の口実にするようにお父様に吹き込んだのですわ。全部申すの思惑ってことか。分かってたのに止められなかった。過ぎたことを悔いても仕方ありませんわ。ともかくアルマンダインに会って私たちの存命を伝えて停戦させなければ。ああ、分かってる。それにしてもこんな状態でジェイドたちは大丈夫かな。あいつらも戦場を移動することになるんじゃないか。確かに心配ですけど、今は私たちのなすべきことをしましょう。それが今回の海戦の原因たる私たちの務めではなくって。そうだな、分かった。急ごう。お待ちになって。ここでできる限り準備をしていった方が良いのではなくって。ああ、そうか。園芸部に寄るわけにもいかないしな。そうしよう。